さあ、それでは解説していきましょう。2010年の佛教大福岡教育大学の問題でございます。 A、B は自然数で A は偶数で B は3以上の奇数としますと、この時にログ AB は無理数であることを証明してくださいねって言ってるわけですね。まあ、そんなに難しくはないかなと思います。無理数の証明と言われたならば、やっぱり配理法を使うのが定番で、まあ、P 分の9みたいな形で置いてあげればいいんじゃないですかね。で、場合によってはひょっとしたらこの偶数って言ってるので、まあ、2m って置いたり、3以上の奇数なんて言ってるから、A を 2M とか B を 2N プラス1とかっていうふうに置く可能性もありますけど、とりあえず普通に進めていきましょうか。まずログ AB、 A が2以上の、自然数になっているってことが分かっていますので、当然これログ AB っていうのはログ A3 以上ではありますよね。だって B っていうのが3以上の奇数ってそもそも言ってるんだからね。で、底が1よりも大きいわけですから、この不等号がそのまま成り立つと。で、ログ A3 以上だっていうふうに言っていて、ログ A3 っていうのは絶対に正の値じゃん。でしょ。だってログ A1 っていうのが0になるわけだから、それよりはでかい値なので、ログ AB 自体は正の値ですね。ということで、自然数 PQ、 互いにそうなんて書きましょうか。互いにそうな自然数 PQ を用いて、ログ AB イコール P 分の9と置くことができると仮定すると。まあ、もっと、分かりやすく言えば、ログ AB が有理数であると仮定しているということですね。まあ、書いておきます。すなわち、ログ AB が有理数と仮定しているということですね。OK ですか。さあ、そうすると、これで矛盾するってことを示していけばいいわけなんですよ。で、ログのままだったら当然扱いづらいわけですから、仮定数。ると、ね、ログのままだったら扱いづらいわけですから、指数にね、指数の形に戻してあげましょう。ログ AB イコールホニャララってなってる場合、 A のホニャララ乗が B になるってだけですから、はい、この時なんか今日字が汚いな、よいしょ、この時、A の P 分の9乗イコール B になると。ということで、両辺を P 乗するとどうなるのかっていうと、両辺をP 乗すると A の9乗イコール B の P 乗となって、もうこの時点で決定ですね、矛盾ですね。なんでですかって言われたら、まあ、P とか Q は今自然数なわけです。 A とか B も当然自然数なわけで、 A は今偶数でございます。ということは、偶数を何乗したところで自然数乗しているんだったならば、絶対左辺偶数のままですよね。右辺は奇数です。奇数を自然数乗したならばどうなるのかというと、当然自然数の奇数のままですよね。つまり偶数イコール奇数っていう風になったらおかしいわけですよ。はい、ということで丸の1としておくと、丸の1の左辺は偶数であり、右辺は奇数ですよねと。なるので仮定が矛盾するわけですね。よってっていうふうな感じで示してあげれば問題ないでしょうねと。なので、単純に配理法を使っていくだけなんだけれども、まあ、偶数奇数っていうふうになっているので、文字で置く必要があるかななんていうふうに考えたんですが、実際もここまで来てしまえば A と B のままでね、処理ができたので、そんなに難しくはないわけですね。とはいえ、左が戻りましょうか。面白いよね。定が偶数になっていて、真数が奇数だったならば、絶対に無理数になると有理数になることはないわけですね。まあ、この辺はちょっと面白い話だったんじゃないのかなと思います。さすが教育大学、教育価値の高い、テーマをなんか選んだんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、どうなんでしょうか。はい、ということで解説以上になります。